はい、どうもお疲れ様です。ちょっと放送遅れましたけどもね、今日は3月2日、8時30分の相場解説ということにさせていただきます。デイリーを見ています。デイリーを見ているときに、えー、前回までの放送でね、 えこれからが上昇トレンドになるのか、それともこの3本の価格帯を抜けて下の方に展開されていくのか、当面の動きがちょっと見えないよっていう話をしてきました。まあその理由とね、どうやって判断するかってこともこの前触れたわけですけども、えー、改めてですけども、今回ですね、こちらの方に、まあ、落ち着くんじゃないかなと。そして上昇トレンドは今までのようにまっすぐは進まないかもしれませんけども、一旦休むにしてもですね、もう一回 少々はここえぐれてもですね、また上昇トレンドに向かうんではなかろうかという判断をしています。はい。それで、えっ、ー、と、今、冷やしを見たんで、今度は4時間を見ていくわけなんですけども、4時間を見ていくと、えっ、ー、と、まずはね、ここのプライスに一旦は落ち込んだんですけども、ここね、ただ急速に巻き戻して、えー、相変わらず、この上の水準、この辺りにいますね。ですんで、やっぱりこの、 上の価格帯のところからレンジを探していこうかなっていうところです大体いい横ばいになってるような感じですけどもねはい横ばいならやっぱりレンジの出番だということなんですけども昨日はこのようにレンジをまず一旦引きましたその上で、えー、ちょっと時間が経ってみてね夜が明けてみるとこっちの方のレンジかなっていうところでちょっと修正をしたわけなんですよ で、えー、これでを見ていくわけなんですけども今度はですねもう一個ポイントになるところがあってレンジを絞り込んでいこうかなっていうところです、えー、と一つはですねここから取ってもいいんですけどもちょっと今日は勝負に出たいんでこのヒゲ先とこのヒゲ先を頼りに加減はですねこちらに引き直します135の710ですちょっとこれ勝負なんでね狭めに取りますよこういうふうにね 今日ぐらいは言っとかない,といけんかなっていうとこです。この気持ちがちょっと入ってます。精神力の,あの違いによっては、相変わらずここっていうのもありですからね。安全策を用いて。ただ安全策を用いすぎると、エントリーするタイミングを失っちゃうんですよ。ですんで、ここはリスクリワードで、積極的にく行こうと思うと、まあ、リスクをね、えー、しっかりと受け止めて、えー、リターンを狙いに行くってことになりますし、 安全策を取ろうと思うとリスクを極限まで下げてでもチャンスはその分だけ失われていくってことになります非常に難しいですよねはいそして上帝なんですけども本来はここで取ってもいいんですけども積極的に攻める意味でですね一本下げていくことそしてここでカーブしてるでしょカーブしてるのはここですだから超積極的に行くんだったらここなんですけどもうんとそこまではどうかなと思うところがありますんでここで今回は行こうと思います136-290です 136の290ね、はい。この上下レンジで攻めていこうかなってことですね。ですから上下で60ピップ相当しかありませんので結構積極的なね、えー、レンジ展開になると思います。で、えー、改めて線引きますけどもここで攻めるってことになりますね、はい。はい。以上です。これで今日は押していきますんで、えー、すぐにエントリーに入れるようになると思います。えー、それではね、えー、とまだ お昼前後に追加放送をいたしますので FX オリガルヒの皆様はそこでお会いしましょうそして明日は材料ですんで、えー、材料が入ってくるまではきっちり攻めていこうと思います例えば明日のですね、まあ、午後5時あたりまだりはあのポジションを行ったり来たりしようかと思いますんでちょっとこっからね15時間ほどの勝負ですかうんやってみようかなってところでございますあ20時間か20時間ですね結構な勝負ができると思います、えー 最大で6回ぐらいの更新をしていくことになるかもしれませんね。はい、それではごきげんよう。